どうも、阪神情報局です。このチャンネルは、現在、タイガースファンの方はもちろんのこと、なんか最近、タイガースに興味出てきたな、もっとタイガースについて詳しくなりたいなという方々に向けて、日々の最新情報、そしてより皆さんのタイガースの知識が深まっていくような動画を提供していきたいなという思いの中で、このチャンネルを運営させていただいております。そしてなんと、皆さんのおかげでこの阪神情報局、チャンネル登録者、大台の5000人突破ということで、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。まずは大きな目標として、1万人というところがあるわけなんですけれども、少しずつ皆さんと一緒に前に進んでいきながら、僕自身もタイガースの最新情報、そしてそれに付け加えてね、僕自身が思うところっていうのをお話しすることによって、より皆さんにこう楽しいと面白いと思っていただけるような、まあ価値のある動画をね提供していきたいなと思っておりますので、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速お話をしていきたいなと思うんですが、現在この動画を撮影しているのが5月の24日、まあ、ついに明日から交流戦ということで、まあ、先ほどの動画でね、ローテーションは大体このような流れで行くんじゃないかっていうところをお話ししたんですけれども、あとは30日のライオンズ戦、若手の投手の争いになるかなっていうところだったんですが、今日のお昼ですね、西純也投手が登録抹消になったということで、まあ、30日の登板はこれを受けてなくなったわけなんですよね。なので今回の動画では、まあ、30日誰がまあ先発するのかっていうところね、まあ、西純也投手の抹消を受けてこのピッチャーの可能性高いんじゃないかなっていうね、まあ、理由もいろいろと付け加えてお話をしていきたいなと思います。はい、ということで、早速お話をしていきますが、まあ、ついに明日から交流戦ということでね、まあ、タイガースに関しては、ちょっと一軍の公式戦の間隔が空きましたから、まあ、やっと野球が見れるっていうね、一軍の試合が見れるってワクワクしているタイガースファンの方も多いと思うんですけれども、まあ、明日からマリーンズ戦、そしてマリーンズの先発ピッチャーに関しては、明日は二木投手なんですけれども、まあ、ちょっとその二木投手についてね、お話をしていこうかなというわけなんですが、二木投手はタイガースに対してのイメージとして、やっぱりすごく打つというイメージがあって、若い人もいますし、ホームランもある打線なので、しっかりと気をつけて大量得点を与えないようにやっていかないとっていうコメントを出してるんですね。で、二木投手のね、今シーズンの成績を見ていきたいなと思うんですが、ここまで7試合に先発して、防御率が 3.29、2勝2敗ということで、まあ、奪三振の数は26なんでね、まあ、こう三振をバッタバッタ奪っていくタイプのピッチャーではないと。で、投球回が41回なので、まあ、大体ここまで6イニングが平均かなっていう感じなんですよね。で、そこから継投という流れなんですけれども、ここまでの二木投手ね、基本塁打というのが8本あるんですね。まあ、なので、1回先発をすることに、まあ、ペース的に言うと1本以上はこう、ホームランが出てるっていうことなので、まあ、今シーズンのタイガースに関しては交流戦関係なくね、甲子園関係なくやっぱりホームランが出るチームなので、まあ、それらを考えていった時にランナーを貯めてのドカンっていうところね、まあ、大山選手の昇格もまあほとんど濃厚とされていますから、まあ、それらを考えていった時に長打でね、まあ、かなり点を取ってるっていうところもありますし、まあ、なおかつ足も絡めながらね、まあ、いろんな攻撃っていうのをまあマリーンズ相手に見せていきたいなっていうところですね。で、ローテに関してね、やはりこう、マリーンズのローテに関しては、西投手、秋山投手、そしてアルカンタラ投手なんじゃないかっていうね、まあ朝に動画を出させていただいたんですけれども、まあそのピッチャーたちが甲子園で練習をしているということなので、まあほとんどこれは、まあほとんど合ってるかなっていうところですね。まあアルカンタラ投手も甲子園で変化球を交えながら36球ということでね、まあ前回が東京ドームだったので、またやっぱりちょっと外の球場と中の球場で見方っていうのも変わってくると思いますから、まあそれらを考えていった時に、まあいい練習になっちゃうんじゃないか、いい練習になったんじゃないかなと。で、青柳投手ね。まあ、これまた今日も青柳さん炸裂ということで本当にすごいんですけれども、まあ、今日ね、青柳投手に関しては、まあ、メットライフでの登板になりますからね。まあ、調整という形で甲子園での登板だったんですけれども、18球投じたその10分間だけで雨が降るっていうね、まあ、すごいニュースになってましたけれども、まあ、本当にここまで来るとすごいなと。まあ、メットライフですからね、まあ、雨の心配というのは大丈夫なんですけれども、まあ、いつ青柳投手が甲子園で投げれるのかっていうね、まあ、ここまでずっと流れてますから、まあそれらを考えていたときにね、まあ今後の先発、まあ特にやっぱりこう雨が降るとね、かなり後半戦とか苦しくなってくるので、まあ予備日がちょっとありますけれどもね、ただやっぱり連戦というのが考えられますから、まあできるだけコロナでの延期であったりだとか、まあ雨天中止が少なくなるようにね、まあこればっかりはちょっとなかなか左右できないところではあるんですけれども、まあそういうところもちょっと大事になってくるかなと。で、やっぱりタイガースに関してはね、後ろのピッチャーが安定してるっていうのは非常に大きいんじゃないかなと思います。やっぱりこう、スワレス投手がね、まだ今シーズン1失点しかしてませんし、フォアボールで崩れるっていうことがないんですよね。で、一方、パリーグの守護神事情というのを見ていたときに、まあ正直安定してるのはイーグルスの松井投手ぐらいかなっていう感じなんですよね。まあホークスとかも森投手が離脱していて、で、モイネロ投手に関してもキューバの代表にね、こう呼ばれたりだとか、まあライオンズに関してはもうそもそもね、増田、松井投手が抹消されてるっていうところもあるので、
まあそれらを考えていったときに、まあ後半勝負っていうところに持ち込んでも、タイガースに関してはパリーグの球団に引けを取らない形になってくると思うので、まあ今シーズンタイガースがずっとやってるね、まずはこう先制点を取って、そして先発ピッチャーが粘りながら、まあ後ろの投手で勝っていくっていうところを、まあ目指してやっていければね、まあ十分この交流戦も勝ち越し、なんなら優勝というところも狙えるんじゃないかなと思います。で、今日のお昼ですね。まあ、30日の登板の可能性もあるんじゃないかなと。なんならまあ一番濃厚かなと思われていた西純也投手が登録抹消ということで、まずこの理由についてなんですけれども、一応この西純也投手に関しては登録抹消にはなりましたが、一軍は帯同させながらっていうことなんですね。で、金村ピッチングコーチがコメントを出してるんですけれども、どこで投げさせるかというのを睨んでるところで、まだはっきりとしたのはちょっとまだ決まってない状況ですねということで、まあ、体がどこか悪いとかね、まあ、また二軍でちょっと調整してこいというわけではなく、まあとりあえずちょっと機会を伺いながらという感じで、まあとりあえず抹消という流れになったわけですね。で、先ほど1本目のところで、まあ30日のまあライオンズ戦の最後のところだけね、ちょっと決まってないというところで、それ以外は順番で言うと西勇輝投手、そして秋山投手、アルカンタラ投手、青柳投手、伊藤投手、そしてこの30日っていうところだったんですけれども、まあ今回の西純也投手の抹消を受けて、まあ正直2人に絞られたかなっていうところなんですね。で、まあいろいろと SNS とかを見ていると、まあいろんな予想があるわけなんですが、まずやっぱり1人目は及川投手ですね。まあ、及川投手の可能性も十分にあると、まあ、個人的には思っています。というのも、前回の二軍戦に関してもね、2回を投げて無安打で、最速148キロと。で、まあ、降板後に関しても、金村ピッチングコーチがコメントを出していて、西純也先発の日、19日のヤクルト戦ですね、とかに、ブルペンの投球見てましたけれども、非常にいいということで、やっぱりこう、高校ビッグ4と呼ばれてね、まあ、佐々木朗希投手だったりだとか、それこそ西純也投手、奥川投手、まあ、それぞれのピッチャーがデビューしている中で、まだこの及川投手だけね、登板というのが一軍でないですから、まあそれらを考えていくとね、金村ピッチングコーチもできるだけ一軍で早くデビューさせてあげたいなっていうコメントを出していたんですけれども、まあまずこの及川投手がまあ第一候補と。で、第二候補に関して、やっぱりこう村上投手が上がってくると思うんですね。で、ここからはちょっと僕個人的な観点というか意見なんですけれども、やっぱりこう西純也投手が抹消になってるっていうのを考えていった時に、まあ一枠余る現状があるわけですよね。まあもちろん他の選手が上がってくる可能性というのももちろんあるんですけれども、まあそれを考えていくと前回二軍戦でね、4回3安打1失点と、まあホームランでの1失点はありましたけれども、まあ直球とまあスローカーブを交えながらしっかりいいピッチングをして、まあ矢野監督も非常にこうレベルが高いピッチャーだと。という評価をしていたので、で、それらを考えていくと、まあ、村上投手の可能性もあるのかなと。で、中継ぎ事情というのを考えていったときに、まあ、正直、及川投手に関しては、先発で見たいところっていうのもあるんですが、左の中継ぎを考えていくと、まあ、岩崎投手はね、かなりまあ、安定してるというか、まあ、勝利の方程式なんですが、まあ、前回の岩貞投手の起用法ですね。というのも、まあ、スワローズ戦1点リードの場面でね、やっぱりこう、馬場投手が2イニング行ったんですよね。6回、7回と行ったんですね。で、7回に関しても、先頭は村上選手、左バッターですから、まあ、本来であれば7回の男として岩貞投手がファッとこう上がってきてもおかしくないというか、まあ当然の流れかなっていうところなんですけど、まあそこで岩貞投手が上がらず、馬場投手が2イニング行ったと。まあなので岩貞投手、まあコンディションがあまり良くなかったのか、まあそれ以上にまあ馬場投手のね、勢いというものを重視したのかっていうのは、まあ一番のその奥底はね、矢野監督のみぞ知るというところなんですけれども、まあそれを加えてもね、左の中継ぎっていうのを見ていくと、まあ及川投手がいてくれると大きい部分なのかなと。でまあまだまだ若いですから、まあ例えば先発がね、早めに崩れてしまった時とかはね、まあ馬場投手が担っていた、まあ第2先発っていうところも、まあ十分できるんじゃないかなと。あの馬場投手の起用法見てると十分7回の男としても計算できるのかなっていうのは見えるので、で、西純也投手の抹消というのを見ていくと、まあ、村上投手が上がって30日の戦というのも、まあ、出てきたのかなということで、まあ、個人的には村上投手の方が可能性は高めかなっていうところなんですけれどもね、まあ、これは今後の工事のところを見ていきたいかなと。まあタイガースに関してはね、まあここまでセリーグ1位で28勝12敗2分けということでね、まあ貯金をかなり作って交流戦に入っていけるわけなんですが、前野監督はコメントを出していて、開幕からタイガースの野球をやりきってくれたものが結果で現れ、自信にしてくれていると思う。今後も自分たちがどうやっていくかが大事ということでね、まあ先ほどもお話しましたが、なんとか後ろのね、盤石の岩崎投手、スワレス投手で逃げ切るために、先にバーッと得点を取って、先発ピッチャーも粘りながら投げての勝ち方っていうね、まあ先に先制するというのが、まあ対パリーグでも変わらないかなと。
で、まあ、これまでのね、セリーグの優勝チームっていうのを見ていったときに、まあ、ジャイアンツが2回優勝してるのみで、他の球団というのは優勝してないわけですね。で、タイガースに関しては、まあ、2005年にね、セリーグ優勝してますけれども、この時も交流戦の順位っていうのは3位なんですよね。まあ、なのでそこでしっかり貯金を作れてる現状はあるので、まあ、少なくともやっぱり交流戦ね、優勝というのがもちろん一番ベストなんですけれども、セリーグの中で一番になりたいですよね。やっぱりこう、どこよりも貯金を作っていくと、まあ、ゲーム差を開けていくっていうのができれば、まあ、今後雨天中止であったりね、まあ、それこそコロナでの、まあ、ちょっと試合の中止っていうのが、まあ、今後も考えられる可能性があるので、勝てる時に、まあ、しっかり勝っておくと、糸原選手がいない状況というのは痛いですけれども、まあ、でも大山選手の復帰というのもありますからね、まあ、戦力というのはそれなりに充実して戦えるんじゃないかなということで、まあ、30日の先発もね、どうなるのかっていうのは楽しみですが、この辺もね、最新情報またお届けしていきたいなと思います。はい。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者5000人突破ということでありがとうございます。次は目指せチャンネル登録者5100人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。まずはマリーンズ3連戦、相手も12球団トップの破壊力のある打線です。打ち合いになるのかどうなのか期待です。ではまた。